バド混合ダブルス表彰式で、レアじゃない、選手が球根山里亮太が気まずさ指摘、どんな顔で。南海キャンディーズの山里亮太が6日、日本テレビ系、デーデーに出演。パリ五輪で話題となった公開プロポーズに対して率直な疑問を投げかけた。番組では2日に行われたバドミントン混合ダブルスの表彰後に、金メダルを獲得した中国の高賀慶選手が、同じく中国バドミントン男子ダブルス代表の劉雨辰選手からプロポーズを受けたというニュースを報道。公開プロポーズは無事成功し、会場も大盛況だったと紹介した。これに対しスタジオに出演したタレントのアンミカは、いいねみんなに祝福されて。パリって愛の都やからとアンミカ節を交えてコメント。その上で、今までのオリンピックで一番多いんちゃいます。各国いろんな方のプロポーズが、とプロポーズがトレンドになっていることに言及した。一方で MC の山里は、本当にお幸せに、ですけど。ダブルスの、本来のパートナーの人はどんな気持ちだったのかなってとコメントし、選手とダブルスペアを組んでいた男子選手、TC の立場を指摘。一緒に、表彰台に、登った人がスーって一人で行って。プロポーズが、始まった時に、どんな顔で待ってたのかなっていう。と横で見ている側の心情に寄り添い、スタジオの笑いを誘っていた。パリ、藤塚大輔、パリ五輪のバドミントン混合ダブルスの表彰式後にサプライズが起きた。優勝した中国ペアの女子選手のファン・ヤーチョンが公開プロポーズを受けた。表彰式後、中国の男子選手から左手薬指に指輪をはめてもらった。思わぬところでのプロポーズに、ファンは優勝とプロポーズの二重の喜びで感激の涙を流した。場内も大歓声に包まれた。SNS 内では、感動したお幸せに、素敵すぎる、まさかのプロポーズ。お幸せになどの声が寄せられた。